11月2日、アメリカ国家法律政策センターは、司法省に12ページの訴える文書を提出しました。ハンター・バイデン氏と、複数の関連機関に対し、彼が中国共産党のために政治活動を行った際に、外国代理人登録法を遵守したかどうかを判断するために調査するよう要請しました。 NLPC が提出した同文書の内容は、FBI が保有するハンター・バイデン氏のノートパソコンにあった証拠となる電子メールやショートメールを明らかにした最近の報道や、ハンターの元パートナーであるトニー・ボブリンスキー氏がバイデン親子に対して陳述したことに基づいています。FBI は去年からハンター氏に対してマネーロンダリング、脱税、電信詐欺、その他の犯罪に関する 刑事調査を行っていますハンターの父、ジョー・バイデン氏と、おじのジェームズ・バイデン氏はいずれも巻き込まれています。当該文書では、ハンター氏が2017年5月1日にポプリンスキー氏に送ったショートメッセージを引用しています。内容は彼らの取引先、中国共産党の背景を持つ中国家臣のお言に関連しています。ハンター氏は CEFC の外国代理人として登録したくないと述べました。一度外国の代理人として登録すると、登録しないよりも制約が多いからです。同文書はまた、トルーマン国家安全保障プロジェクトやペンシルベニア大学、同大学のペン・バイデンセンターはいずれも外国代理人登録法違反の疑いがあると指摘しました。2019年まで、 ハンター氏とブルースター戦略 CEO のサリー・ペインター氏は自由派トルーマン国家安全保障プロジェクトの取締役会メンバーを務めていましたブルースター戦略はウクライナのブリスマーエナジー社がアメリカで雇ったロビー活動会社で同社がアメリカ国務省にその利益を売り込むのを手伝っていましたまた NLPC は司法省に対し中国共産党からペンシルベニア大学と そのペン・バイデンセンターへの匿名献金2200万ドル以上の出資を調査するよう求めました。これらの寄付金は中国共産党の利益を促進するために充当された可能性があり、その結果、ハンター氏の外国代理人の仕事を誘発しました当該文書を作成した。 ポール・カメナー弁護士は司法省と FBI は外国代理人登記法違反であれその他の違法行為であれ NLPC の訴えを速やかに調査し適切な法執行措置を取らなければならないと述べました NLPC のピーター・フラハティ会長はこれまでに発見された証拠は氷山の一角に過ぎず日々ますます多くの証拠が出てきていると述べました